おはようございます。釣り子 TV です。何やら、今月あたりは、デプスの気になる新製品いっぱい出てきますね。タイニー NZ クローラーもね、いよいよ登場したし、これ、すごい気になっていたですね。坂又シャッドのリアル6インチ。ノンソルトね、これも登場しましたね。一つね、入手したので、どんな感じのねリアルプリントなのかなとかね、質感はどうなのかとかいじり倒していきたいと思います。まずパッケージはねこんな感じで3匹入りですね。チャートバックワカサギっていうねこんな感じの、カラー選んでみましたけど、まあ、背中がね、結構こういう視認性のいいカラーで、まあまあまあちょっとね開けていきますかね。でこういうブリスターパッケージで、でもう透明で見てもなんかあリアルだなーなんていうねカラーリングが施されておりますが、どんな感じでしょうか。なるんだな。はい、坂又シャッドの、リアル6インチね。形はもうねまんま坂又シャッドですけども、大きな違いとしては従来のものとこう目玉がついてきたよっていうね。もちろんこのカラーリングもさることながらなんですけども、この目がついて、で、ノンソルトなんですね。ノンソルト仕様なんで、まあ、ちょっと、軽快に動くのかな。ね。ノンシンカーで表層付近とかを、攻めやすいのかなとかね。まあ、いろいろ気になりますけども、ノンソルトになったっていうことで、多分だから、張り持ちなんかもすごい良くなってるんじゃないかな、なんて思うんですけども、それでいて、このリアルプリントがあって、まあ、ジグヘッド、ダウンショット、ミッドストローリングとかもいろいろね、使いではあると思うんですけども、ああ、いいな、これチャートバック選んでよかったな。遠目でもね、その表層付近で誘うときに非常に視認性が良さそうだな、こういう感じですね。まあ、実際にちょっとね、早く釣り場に持って行ってみて、投げてみたいんですけども、ルアーニュースのね、いつも楽しみにしてるデプスの動画なんかを見ると、まあ、これで具合が良ければ、5インチサイズであるとか、4インチサイズであるとか、そういったところのサイズ展開なんかもね、考えてるよ、なんていう風にね、出ていたので、まあ、このサイズ感でも全然ね、関東でもね、このリアルさなんで、使い込めちゃうかなと思うんですけども、4インチのノンソルトリアルとか、超よだれ出るほどね、気になりますよね。やっぱりね、結構、ワカサギとかね、変色してる時とか、あと、追川にね、必要にボイルしているタイミングとかで、坂又シャッドのね、まあ、4インチね、非常に、まあ、いろんな大きさ出てますけど、自分が行く釣り場だと、やっぱりね、小さめのサイズの方が、非常に入れ食い状態になったな、とかね、覚えているんで、まあ、それで、ノンソルトで、こんなリアル仕様のなんかね、出た日には、また、あいつら、さらに釣りやすくなっちゃうんだろうな、ね。で、この目玉効果も絶対あるはずなので、なんて言うんですかね、この、魚って、こういう弱点ね、エラ周りとか目玉周りとかこう回り込んでガバってね、食うっていう印象があるので、この目玉がついたことによって、まあ、きらめきもさることながら、ここをめがけてね、バイトして、まあ、針とかここら辺に、ありますからね、針先とかにもね非常にかかりやすくなってるんじゃないかな。で、あとは気になるところはこの感じ見ててもねそうなんじゃないかなと思ったんですけども、従来の坂又シャッドよりは結構張りがありますね。まあ、そうは言っても柔らかいんですけども、ノンソルトボディっていうことで、なんか従来の坂又シャッドの方がもうちょっともちもち、ムニムニしてるかな、ね。それによってこう、折り曲がったりして、大きいサイズの坂又シャッドでも、フッキングしやすいんだよ、なんていうメリットがあったかと思うんですけども、そこら辺がこの、ね、ノンソルト仕様に
なったことによって若干張りはあるかなっていうね、まあ、この張りを利用してより今までの坂又よりもしかしたら弱したら横にこう飛ばせるようになってるのかなとかね、まあ、ちょっとね使ってみないとねそこら辺わからないので、もう早くね釣りに行ってこれの使用感なんかもね試してみたいと思うんですけども、動画の中であのクリアウォーターとかで特に従来の坂又とかよりも反応がいいケースがよくあったよなんていうねアナウンスがされていたので、ちょっと房総リザーバーの中でもちょっと透明度の高いところとかね行った時はね早速使ってみようかなって。関東であってもこの秋にねかけてね徐々にあのベイトフィッシュのサイズもね上がってきているはずなので、まあここら辺の今回ね6インチっていうことですけども、このサイズ感でもねあの全然大活躍してくれるんじゃないかなってね。まああんまり冷え込んじゃうとね、表層付近のね釣りもねしづらくなってきちゃうかと思うので、9月10月ぐらいにかけてですねベイトフィッシュね盛んに追いかけ回しているうちに釣り場に持って行ってね、早く投げてみたいなと思います。いやー他の色もねこれちょっとやっぱ欲しいな。今回このね、1パックだけ買うことができたんですけども、他の色もねだいぶリアルな仕様でね、仕上がっていたのでちょっとね、まあでもなすぐ売り切れちゃったからな、なかなか、6インチもね、追加で出してほしいななんていうふうに思うんですけども、4インチも、楽しみにしております。はい、まあ、こんな感じでね3匹入りでした。はい、というわけで、本日の釣り講 TV はですねこちらですね、デプスのね、まあ形は昔からあっても超大人気の坂又シャットですけども、リアルフィニッシュになったノンソルトが登場したので、一つね買ってみて、触り倒してみてってこういう動画でございました。はい、釣り講 TV でした。実況動画の方もね、どんどんこれ投げていこうと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい、釣り講 TV でした。また会おうぜ。